はい、では皆さんこんばんは、よしです。今回もビオネッタの続きやっていきたいと思います。腕につけるチェーンソーが欲しいって言うなら、ゲームを間違えてるぜ。さて、要件は？貼っときましょう。あんたみたいな冴えないやつが私と契約なんて釣り合うと思ってるの？それにしてもあなたずいぶん個性的な顔してるのね。どこかで会ったかしら？どこへ行くの？私の話がまだ終わってないでしょ。魔女稼業も大変でね。地獄のお友達がお腹が空いたってうるさいのよ。あんたが獲物なら奴らもきっと満足するわ。
強いなしだ。タイミング的なものか。
めっちゃこの用が苦手すぎる。むず。
最後1個取ってない。ダメージ食らいすぎや。今回はこんな感じで終わりたいと思います。また次回続きやっていきますので、お楽しみに。よかったら、グッドボタン、チャンネル登録、ぜひ。では皆さん、またお会いしましょう。じゃあねー。